今日は私の人生の中で一番最悪な日になってしまった。私は何も知らなかった。知らないままでいられたらとても幸せな日だったのに。最近また始めて話してたよね。仲良くしないでって言ったでしょ。調子乗ってんじゃねえよ。超うざい。なんとか言えよ。超うざい。これ何してんだよ。大丈夫？何か変なことされてない？はじめくん、私は大丈夫だよ。こんな私を助けてくれるなんて、はじめくん、私のこと。え、いるんだろ、リナ。出てこいよ。お前が仕組んだんだろ。どうしてこんなことするんだよ。何のこと？でも話してるとこ聞いたけど。人違いじゃない。お前が仕組んだんだろ。フミをいじめる計画立てたの。それ指示したの。本当うざいよね。これお前だろ。それは…え？本当のこと言えよ。はじめと仲良くしてるの気に入らなくて。そんな理由でこんなくだらないことしたのか。だってオレ、リナのことずっと前から好きだった。だからこんなことしないでほしい。でも私、もう話してよ。どうしてもリナを放っておけないから、俺がずっとそばにいるよ。はじめ、thank you.